次に千葉誠二議員の質問を許可します。お疲れのところ大変恐縮に存じます。3日間にわたった平成23年度の第4回枚方市定例議会もの一般質問も私26番目でアンカーでめでたく幕を閉じようとしています。新人の皆さんも本当にお顔もいいですけれども、演説も非常に立派な演説でありました。本当にこれから頑張ってほしいと心から称えてやりません。私は本題に入る前に時間も制約ありますから、理事者の答弁は私はもちろん質問もポイントだけ絞って質問します。ご答弁もですね、ヒアリングで長いこの演説原稿がいただいておりますけれども、極力この時間配分にご協力いただきたい、このように思います。それから私も長い間人生を生きてきました。あらゆる見聞もしてきました。あらゆるところに行政スタッフもしてきました。その名の思いを含めて短い時間でございますが、発言を添えていきたいと思います。それでは一問一答方式で発言をしますので、よろしくお願いを申し上げます。まず第一番目に、枚方八景 国見山の展望の観光スポットについての整備についてお尋ねします。これはご承知のように、標高285メートルという枚方切手の高いところであります。ここに上がりますと枚方全体が一望できます。にもかかわらず展望の案内板、ポイントを示す案内板がありません。二つ目には、せっかく絶景がありながら、特に雑木が生えてき、伸びてきまして、非常にこの景観の見通しが悪くなっています。その辺の対応、それからもう一つは、唯一のこの近くではハイキング歩道でありながら、雨なんかの影響を受けまして路面が大分こう、破壊されてきています。その整備、この3点についてお尋ねをいたします。次に、行政組織に係る部署名のあり方についてお尋ねをいたします。本市の行政組織の名称の表記については、ご案内のとおり漢字であったりひらがなであったりカタカナなどが混在しています。組織名は市民にとっては分かりやすくて固定的で、できるだけ似たような名称は統一化されて、市民がおじいさんでおばあさんでも分かりえるような名称にすべきではないかと思いますが、その辺についてのご見解を正しておきたいと思います。3つ目、学校園における国旗掲揚ポールの整備のあり方についてお尋ねします。ご案内のとおり、国旗は特に海外に行きますと、日本の教習の中で、国旗国歌がやはり非常なウェイトを占めます。日本では、特に学校を中心に、幼稚園も含めまして、小中学校、儀式的に入学式や卒業式等々に国旗を掲揚されております。しかし幼稚園小中学校等々、その掲揚場所がまちまちであります。できる限り統一的な
ポール塔を設置をされまして、国旗、式、校旗、この3000セットのですね、ポールの整備をお願いしたいと思いますが、その整備条件についてまずお尋ねします。次に学校規模の適正化のあり方についてお尋ねします。昨今学校規模の適正化が多く語られ、適正化に取り組まれて大変な年月が経過していますが、まだまだ問題点が解消されません。どのような認識に立っておられるのか、改めてお聞きをしたいと思います。次に新病院の開院に向けての心構えについてお尋ねします。ご承知のように市民病院では去る11月30日に新病院建設にかかる工事請負契約を締結されました。年明けにはいよいよ新しい病院の建設がスタートする見込みとなっております。3年後の秋には装いも新たに最新の医療機器を備えた北川市地域の広域的な医療体制を担う中核病院としてオープンすることになっています。私といたしましても大いに期待しながら、その会員を一日千秋の思いで待ち望んでいるものであります。そこで病院経営の新しいニューリーダーになりました伊原病院管理者に、新病院の開院に向けての心構え、そして決意のほどを伺っておきたいと思います。次に公共物の維持管理のあり方についてお尋ねします。本市では平成20年4月の機構改革におきまして、新たに公共施設を設置し、私有施設の建設及び保全に一元的に行うことにより、効率かつ効果的な施設整備の推進を図る体制が整備されたと私は認識をしております。その機構改革から約3年が経過したわけでありますけれども、とりわけ私有施設の維持管理については、どのように改善が図られたのかお尋ねをいたします。次に消防にかかる整備、デジタル化のあり方についてお尋ねします。消防情報システムについては、もともと大貝島町の平原消防署と消防本部合同庁舎にあったわけでありますけれども、どのようなまず経過で中堀市長署と併設に至ったのか、まず経過をお伺いしたいと思います。次に平方駅周辺開発の方向性についてお尋ねします。まず1点目は、総合文化施設や市役所庁舎を建てると、市長はじめ理事が申されておりますけれども、財源がどのようになったのかお聞きしたい。で、2点目は、平方市駅周辺整備ビジョンにおいて、総合文化施設や市役所の新庁舎の建設に伴い、現庁舎周辺の土地活用をどのようにお考えなのか、合わせてお尋ねしたいと思います。以上、第1回目のご質問を終わります。宮本地域振興部長。1、平方八景国見山展望の観光スポットとしての整備についてのご質問のうち、眺望案内板の設置と樹木の対策についてお答えをいたします。眺望案内板の設置につきましては、議員ご指摘のとおり、平方八景の一つである国見山からの展望をより魅力のあるものにするため重要であると考えております。整備にあたっては現地の敷地が狭いことから、
ハイカーの安全対策を講じるとともに、地権者の承諾をいただく必要もありますので、その両面について設置に向けた検討を進めてまいります。次に樹木の対策についてでございますが、本市ではこのエリアの整備事業といたしまして、平成17年度より津田地区森林空間総合整備事業に取り組み、平成20年度末をもって完了いたしました。その後の維持管理につきましては、立ち木の所有者である津田共有林組合とボランティア団体が共同で保全活動に取り組んでいるところです。当該斜面の樹木の枝払いなどは、今後の里山保全活動の中で取り組んでいただけるよう、津田共有林組合と協議を進めてまいります。池別土木部長。1、枚方八景国見山に関するご質問のうち、国見山山頂へのハイキング道についてお答えいたします。当ハイキング道は枚方市の自然巡回路であり、生駒縦走歩道として大阪府の環状自然歩道にも設定されております。この道の大半は山道であることから、雨などの影響で崩れたり木製階段が破損することのないよう、本市が毎月現地調査を行い、必要に応じ土のうの設置や階段の補修、また年2回の草刈りなどを行っております。なお環状自然歩道として位置づけられていることから、維持管理費として大阪府から約25万円の負担をいただいております。今後とも国見山の散策を楽しんでいただくため、適正な維持管理に努めてまいります。北行政改革部長。はい。次に行政組織に係る部署名のあり方についてお答えします。機構改革にあたりましては、事務事業をより効率的効果的に推進するため、類似の業務や関連性の高い業務を集約し、かつ市民にもできるだけ分かりやすい組織名称にするなど、機能性や明確さといった点にも留意しながら取り組んできたところでございます。今後の組織編成にあたりましては、議員ご指摘の点も踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております。大谷管理部長。はい。3、学校園における国旗掲揚ポールの整備のあり方についてお答えいたします。本市ではすべての私立学校園に国旗掲揚のためのポール等がございますが、このうち校庭や園庭に国旗掲揚ポールが設置されておりますのは、小学校45校のうち15校、中学校が19校のうち4校、幼稚園は11園全園となっております。次に4、学校規模等適正化のあり方についてお答えいたします。本市では現在ほとんどの学校が適正な学校規模となっております。しかしながら少子化の進行により小規模化する学校がある一方で、住宅開発の集中などの要因から大規模化する学校、中には普通教室が不足する過密校の発生が予測されるなど、一部の学校間において規模に不均衡な状況が生じております。また中学校進学時に複数の中学校に分かれて進学することとなります。一小一中の接続関係になっていない小学校が7校ございます。教育委員会では小中連携等の教育課題や地域との連携を充実させる観点から、一小一中の接続関係への改善に優先的に取り組んでいるところでございます。殿屋公共施設部長。はい。次に公共物の維持管理のあり方についてお答えいたします。市施設の維持管理につきましては、各施設所管部署が日常的な管理運営を行い、施設の補修や改修工事につきましては公共施設部が実施する形で、それぞれが役割分担する中で町内の連携を図りながら施設を良好な状態に保てるよう努めているところでございます。本年4月には私有建築物保全計画を策定し、財政負担の平準化を図りつつ、
計画的な改修が行えるよう、より一層の取り組みを進めているところでございます。佐藤市民安全部長。はい、7、消防通信に係る整備、デジタル化の在り方についてお答えいたします。消防情報システムにつきましては、平成3年度の更新時には、当初、消防本部内に設置する予定でしたが、システムの大型化等により、合同庁舎の床面強度では、新システム機器の積載荷重に耐えられないことなどが判明し、別の場所での更新を余儀なくされました。一方、当時最も古い中振出張所での建て替えが必要であったことから、1階を中振出張所、2階から4階を緊急情報管理センターとして、平成2年に併設し、平成3年6月に中振の同センターにおいて、消防情報システムの運用を開始したものでございます。高井企画財政部長。8、枚方市駅周辺再開発の方向性についてのうち、財源についてお答えいたします。総合文化施設や新庁舎の整備に要する財源につきましては、事業手法により必要な財源の見通しが変わってまいりますが、市の財源としましては、新庁舎及び総合文化施設整備事業基金として、現在72億円積み立てを行っております。また、これに加えて、減災基金の活用も想定しているところでございます。ほかに地方債や国の交付金等による財源確保についても検討してまいります。小山都市整備部長。枚方市駅周辺再整備ビジョンにおける現庁舎周辺の土地活用についてお答えいたします。現庁舎周辺の土地活用につきましては、民間需要の動向を調査し、枚方市駅周辺が抱える諸課題を総合的に捉えながら、市駅南口全体の土地利用の在り方を含めビジョンの中で検討し、方向をお示ししたいと考えております。木原病院事業管理者。新病院の開院に向けての心構えについてお答えいたします。新病院におきましては、小児周産期医療や災害時医療など民間医療機関では担いきれないような政策医療分野と二次救急医療体制の充実を図り、市民病院が果たすべき役割と機能を強化してまいります。さらに、がん治療の充実や内視鏡外科センターの設置など、市民の命と健康を守るため、医療の質と安全性をさらに高め、市民の皆さんにより信頼いただける病院づくりを進めていきたいと考えております。また、それと同時に、新病院における医療収益の向上と経営の安定化が必要であることから、さまざまな取り組みを諸君一丸となって進めていく考えでございます。千葉議員。はい、ご答弁ありがとうございます。それでは再質問しますけれども、3番目の学校園における、国旗掲揚ポール整備については、ヒアリングで2回目の答弁を求めておりましたけれども、質問答弁を求めておりましたけれども、時間調整の関係で削除させてください。ご要望に変えます。冒頭申し上げましたように、学校園、幼稚園11園、小学校45、中学19の、学校園があるわけでありますけれども、できる限りですね、国旗、市旗、校旗の3点セットで、できるだけこの市民が分かりやすい、一つの国旗はやはり教育ですから、分かりやすいところにできるだけお金もかかることでありますけれども、統一的にですね、ご努力されるよう強く求めておきます。これは特に市民から非常に関心の高いご要望ですから、私の方から市民代表ですから、一つよろしくお願い申し上げます。それから次の学校規模等の適正化について、これも2回目のですね、質問をすることになっていました。また答弁も準備させていただきましたけれども、時間調整の関係で、
大変恐縮でございますけれども、お許しください。要望をします。これはですね、もう長年、論議されてきた問題でですね、もう結論はもう出てるんです。ただ、言葉悪いですけれども、子どもの環境整備の教育環境整備の最大の源でありながら、我々大人のですね、この地域援護というか、そのものがどうしても表に出ましてですね、なかなかこの交付間のバランスがですね、なかなか取れてない。特にあの北部だけ見てみたら、西牧野と牧野小学校、西牧小と牧野小学校、それからずっと北に行ってですね、葛原小学校と葛原北小学校、この辺のアンバラで、ここでは僕はあのその町名まで申し上げませんけれども、その辺が、ね、大人の皆さんが理解してくれたらですね、子どものために理解してくれたら、100名教以上のですね、あの子どもたちが移動できて、非常にこのバランスがですね、完璧じゃないですけども、今まで以上に取れてくるというのが現実ですから、どうかあの根気強くですね、地元の皆さんに話をしていただいて、子どものために何とかやはり考えてやってほしいと。で、あの片方は、空き教室がいっぱいあるのを横に置いてですね、過密化のところで今度は学校の増設の教室増設なんかやってることもあるわけですから、そんなことのないようにですね、一つお願いをしておきたいと思います。次に、新病院の開院に向けての心構えということで、新入井原幹事社のですね、決意を伺いました。で、私はやはり、26年ですね、会員が、ね、26年年度末ぐらいだと思いますけれども、あと3年あるわけですから、あのトップセールスとしてですね、井原部長がトップセールスとして、あの昨日の、 あの堀井議員のですね、指摘もあったように思いますように、市場がですね、堀井議員の発言をお借りしますと、1200億の市場があるということなんです。その中で60億しか枚方が恩恵をこもっていないということですから、まだまだもうね、市場がもう山ほどあるわけですから、あと3年間井原理事会員まであるわけですから、トップセールスとしてね、特にあの枚方、もとい北川市七市の市長さんを回る、あるいは近隣の八幡市とか、京田辺市とかですね、その辺の、ところを回ってですね、この新病院の今、ルール、ご回答いただいたことをですね、訴えて、もう会員後はですね、もう患者でもう断るのが大変だとぐらいの経営をですね、ぜひ期待してますので、よろしくお願い申し上げます。それから公共物の維持管理でありますけれども、ご答弁いただきました。3年前に公共施設部が立ち上がってですね、使えるものは使っていこうと、もうこれからもう学校でもすべての公共物がもうすべて耐用年数が迫ってきていると、もう大変な時代に入ってきていると、であれば、やはりこの使えるものは使っていこうという趣旨のもとで、公共施設部が立ち上げたと、私はそのように認識しています。そういうことですから、どうかその立ち上げた趣旨をですね、忘れることなくお願いをしたいと思います。で、付け加えておきますけれども、野外センターにですね、あの小谷のね、あの行く機会がこの間僕ありました。あそこも確かあの僕は30億円ぐらい投じてですね、あの開設したと思うんですよ。その施設がまあほとんど、メンテがですね、要するに手が加えられていないというように私は思いました。本部の建物であれ、トイレであれですね。ですから私はやはりいろんな公共物のところに行きますけれども、老朽化したから建て替えると理事者の皆さんおっしゃるわけでありますけれども、私は違うと思うんです。
老朽化させているというように私は申し上げておきたいと思うんです。やはり皆さんのお家でしたら10年に1回ぐらいやはり手を入れるんじゃないですか。そうでしょ。公共物だから40年もほったらかしていると、こういう実態ですから、私は老朽化させているということをはっきり申し上げておきたいと思うんです。で、褒めることも言わんときませんから言いますけれども、私の地元で中野池公園、それから葛沢中央公園あるわけですけども、そこにこれも40年ぐらい前にですね、何千万をかけてトイレ作りました。それ以降一切手加えていません。ですから闇に闇まれずね、土木部長に葉っぱをかけさせていただいて、でまた心よく答えていただいて、土木部の次長、そしてから担当課長がですね、ないお金をどこから働いたか知りませんけれどもやっていただきました。そういうことで心から感謝申し上げます。次に、消防の関係だと、もう、時間が5分ということで聞きました。私はですね、何回もこの質問、ヒアリングする中で、このデジタル化に向けての本庁舎から、本部庁舎からな、中振り、それからまたなんか、その新橋ということで言われています。これは大塚議員がですね、大塚議員が新町に生まれ育った郷愁が本当に私も分かります。大塚議員の思いに私は逆らうつもりはさらさらございませんございませんけれども、やはり私も市会議員の一員ですから、血税はやはり有効に使われているどうかチェックする立場と、それからもう一つは政策を、その政策がどのような政策であるか、自らも政策に対してやはり感化していくという、そういう二面性を議員は持っているわけですから、大塚さんには申し訳ございませんけれども、ぜひこの私は市民代表の立場で申し上げているということをですね、ぜひご理解いただきたいと思います。それで何回も質問するたびにですね、ヒアリングするたびに問題が明らかになってきました。二転三転してですね、例えば新町に作ったとしてもまた落ち着かないんです。それでここの本部庁舎はもう40年経ってんです。私も行きました。やっぱりガタガタです。もう19年にですね、耐震施しました、言いますけれども、建物そのものがガタガタなんです。建物そのものが、ですからあそこに余震場を作ったとしても、またですね、また新築せざるを得なるとどうするんですか。本部庁舎とその機能情報のシステムはですね、バラバラなところは全国まれなんですよ、まれなんですよ。ですから大塚さんに申し訳ないんですけども、あそこを作ったらまたバラバラなんです。そういうことですからね、ぜひ大胆にですね、私ははっきり言って村の小学校の旧跡地にですね、あそこに持ったら一番いいと思います。広報省に申し上げておきます。それで今度は絶対ぶれないようにね、もう恒久的な、ね、消防庁舎を作ってください。デジタル化を含めてそのことを申し上げておきたいと思います。それから、駅周辺の問題でありますけれども、財政部長、都市政府部長から答弁いただきました。最後ですね、市長もだいぶ悩んでいると思いますけれども、市長の、決意を含めたですね、市長が変わったなということでも言われてました。その変わって結構です。その変わったことを含みまして、ね、市長の決意を正しておきたいと思います。竹内市長。枚方市駅周辺の再整備でございますが、先般来多くの議員の皆さん方からご議論をいただいているところであります。今この間の枚方市政の取り組んできた経過等を踏まえましたときに、やはり我々は長期的な観点に立った、そしてまた状況によっては、どういう点かな、一から全くその過去の経過をもう乗り越えた上で判断しろという議論も当然あるわけでございますけど、
しかし一方で、我々は現実にこの中に生きておるという以上、我々は霞を食って生きるわけにはいかないというのも私は私の生き方であり私の考え方であります。まあ、そのことを思いましたときに、この間先人がいろんな議論をありながらも先行取得してきた用地が現にある等々のそういう状況の中で、そして多くの市民の皆さん方が総合文化会館に対して熱い思いを持っていらっしゃる、これらの現実と、そして一方で近鉄百貨店が撤退していく等々の平方市駅周辺の商業構造の大きな変化という、そういうことをきっちりと踏まえながら、私は将来に市民、将来の市民に大きなツケを残すことのない、そしてまた将来の市民が市民に本当に明るい希望を持って、白方の町に住んでよかったと思っていただける、そのような玄関づくりのために、精一杯頑張っていきたい、このように思っております。千葉委員。はい、ありがとうございます。なんかもう市長答弁をいただいた中身とだいぶ違ってようなご答弁をいただきました。まあそれはそれで市長もそれだけ気持ちが揺れ動いているということを、私は寛大な男ですから、そのように理解をします。まあいずれにしても、少なくともやはり限られたお金で最大の効果を上げるというその基本姿勢はいささかもやはり変わっちゃいけないと思うんです。そのためにあまり早急にですね、何か作るなんて殿下の宝刀を振り回してですね、その納めるのに困らないように一つ私はお願いしておきたいと思うんです。そのためにはやっぱり市長も何回も答弁されてますように、あらゆる人たちの各層各団体、もちろん議会の意見もですね尊重されて、そしてその後で、ね、全体が参加の結論を見出していくと、そういう全員参加のですねこの箱物についてもご努力いただきたい、そのことを私は老媒しながら重ねて申し上げておきまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。これにて千葉政治議員の質問を